晋三は原発やめろ。安倍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 晋三は原発やめろ。原発もろともお前もやめろ。原発もろともお前もやめろ。もろともお前もやめろ。安倍は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 やめろ。さっさとやめろ。さっさとやめろ。今すぐやめろ。今すぐやめろ。さっさとやめろ。さっさとやめろ。今すぐやめろ。今すぐやめろ。原発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 いらない。原発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 いらない。仙台原発今すぐ止めろ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 。プルトニウムの高浜止めろ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 。ボックス燃料イカタを止めろ。ボックスやめろ。イカタを止めろ。高浜原発今すぐ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 止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。原発や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 めろ。終了いたします。本日は約650名での講義となりました。皆様お疲れ様でした。首都圏半径復活連合です。お疲れ様です。今日もさまざまなことで、いろいろ不祥事になっています。赤袋を持ってスタッフに消毒でも構いません。感想されれば幸いです。でちょっと今の言ったことは関係があるんですが、昨日からサイトの方を公開して、ドネーションプロジェクト2017というのを始めています。で、まあ、そこで読んでいただければ、詳細を分かっていただけると思いますが、まあ、半減年も結成もうすぐ6年ということ で、経済状況の方、今まで収支報告コマースでやってきました。でちょっと、まあ、赤字の額が増えてきてまして、ここは、真摯に皆さんに、もう一回寒波の方を強く訴えかけていこうというふうなプロジェクトです。で、まあ、ずっと本当に5年10年はできないかもしれないけど、あと2年ぐらいは
せめてやりたいなという感じで、ただ皆さんのご生活もそれぞれあると思いますので、その皆さんのお気持ちでできる範囲のご支援いただけたら、この鑑定前講義もこれからも続くと思いますので、詳細は、このサイトの方、ハンゲネのサイトの方をご覧ください。でそのフライヤーも今作ってまして、来週には配れると思います。でそこで何人かの方の、メッセージも、支援のメッセージもいただいてますので、お読みください。でまた一つ別に、0707ノーニンクスオールスター国会前集会、2週間後あります。国会正門前南側と、この首相官邸前で2時間あります。で、今日から配り始めている月刊フライヤーで、文字になってスピーチの方の名前増えてます。ライブの方の名前増えてます。でまあ、しばらく共謀罪反対の方で皆さん、気持ち注がれていて、それはまあ自然な流れなんですが、やはりこの安倍政権の暴走というのも原発の再稼働を許しているってことをもう一つの大きなきっかけになっていると思いますの で、 で先日も大きな地震ありました。で全く国会情勢に気を配られて、そのことを地震で伊方原発、仙台原発が危ないってことを忘れてしまうというのは全くおかしな事態なんで、これも人命あるいは動物の生命に関わる問題なんで、ここを忘れずそっちの方も安倍政権にノート突きつけていきましょう。で、七夕の夜ですが2時間皆さん集まってください。よろしくお願いします。その両方のチラシ、月刊フライヤーと0707がありますので、こちら持ってってください。その他反原発脱原発関係の告知の方あればマイクを貸します。はい、では今日はこれでマイク取ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。